はい、早速やっていきましょう。毎日学習会の林です。よろしくお願いします。今日は早稲田大学の人間科学部のファクト選抜で、いわゆるその現役浪人の違い、浪人っていうのが不利になるかどうかっていうところを、ちょっとお話をできればなと思います。よろしくお願いします。で、結論から言うと、早稲田大学の人間科学部のファクト選抜は、一浪までは OK っていう形になっているので、別にその浪人そのものがその不利になるっていうふうな試験ではないんですよね。ただ一方で、例えば私あの SFC の栄養とかを見てて、 SFC の栄養って春栄養が基本的に浪人生が受ける栄養で、夏秋栄養が現役生が受ける栄養、あと冬栄養っていっていわゆる帰国の方が受ける栄養はあるんですけれども、見ていてすごく思うのが、いわゆるその、浪人の方の、例えばそのじゃあ総合型選抜のその提出資料のクオリティって、じゃあ現役の人より高いかっていうと、実は現役の人よりもクオリティ低いことが結構多いんですよ。で、例えば SFC の春栄養っていうのは倍率が10倍ぐらいあるんですけれども、倍率が10倍ぐらいあるから難しいんじゃないかってことを聞かれることが結構あるんですけれども、別にそれはそういうことはなくて、その倍率が10倍あるから難しいっていうものではなくて、全体としてのレベルが結構低いっていうことは、結構あるんですよね、浪人生に関して言うと。なので、合格率とかそういうのを気にする人は全然ないけれども、いわゆるその中途半端に勉強をやった結果として浪人してしまったっていう風な結果が出てるっていうところだとは思うので、そこを改めてどういうふうに考えるかっていうところが、これがやっぱり考え方としてはすごく大事かなと思っていて、それができるかどうかっていうところがやっぱ鍵だと思うんですよね。なのでまずちょっとそこの部分に関してはしっかり見ていければなっていうところがあって、そこをちょっとしっかりやっていく必要性がこれから出てくるかなと思いますんで、ちょっとそこの部分に関してはまた改めて見ていければなっていうふうに思うところです。結局浪人したっていう事実があるときに、やっぱり浪人生活を始める前に今までの自分の生活のあり方っていうのは、現役で受かった人と比べてどういうところが中途半端だったんだろうって、例えばその自分はマーチ受かったけど、マーチ受け、で、やめて、その、慶応行くんだ、みたいなことを言う人も結構いるんですけども、だとすると、じゃあだけど、現役で慶応受かった人もいるわけだから、その、現役で慶応受かった人と比べて、どういうところが違うかとか、現役で早稲田受かった人とどういうところが違うのかとか、やっぱり考えなきゃいけなくて、その、やり込み方がやっぱ足んないみたいな話っていうのは、ものすごくあるんですよね。なんで、そこの部分はやっぱり謙虚に受け止めてやっていく必要っていうのは、ものすごく、あるかなと思いますんで、ちょっとそういうところはですね、また改めて考えてみていただければなと思いますので、よろしくお願いします。